皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。熊田曜子さんは随分と吸ったもんだしたけど、ようやく離婚が決まったようだな。でもあれほど相手の家庭も巻き込んで泥沼の離婚裁判をしたのに、最後に円満な形で離婚が成立、というのはかなり無理があるんだぜ。本当だわね。不倫相手の平井理央さんの夫とのプレイで使ったとされる大人のおもちゃが証拠として裁判所に提出されるなんて前代未聞の離婚裁判だわよね。おまけに平井理央さん夫婦も一足先に離婚しちゃったし、結局、お互いの家庭を壊す結果になっちゃったわよね。うっぷ、まさかとは思うけど、ウーマナイザー陽子さんはそのまま平井理央さんの元旦那さんと再婚しちゃうんじゃないだろうな。そうなるとまさに役立つ婚なんだぜ。ウーマナイザー陽子って何よ、キャロライン陽子みたいに言うんじゃないわよ。でも芸能界には信じられないような役立つ婚をした人がたくさんいるものね。例えばどんな芸能人がいるんだ。よし、じゃあ今回は、役立つ婚をした懐かしい芸能人についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。最初に紹介するのはキンキンとケロンパだよ。ええ。あの北大路欣也さんが役立つ婚をしていたとは驚きなんだぜ。どこに北大路欣也さんのことをキンキンと呼ぶ人がいるのよ。キンキンといえば相川欣也さんに決まってんでしょ。あう、そっちのキンキンだったのか。そっちもどっちもないわよ。相川欣也さんは1934年生まれ、芸能活動初期には声優として活躍、1970年放送開始の田舎っぺ大将のにゃんこ先生役などで有名だね。トッテンパーのにゃんぱらり。キャット空中3回転の決め台詞は昭和世代なら誰でも覚えているんだぜ。その後は深夜番組パックインミュージックのパーソナリティとしてキンキンの愛称で若者を中心に人気を得、深夜番組 11PM の司会者として大橋巨泉さんと共に1974年から1986年まで長年にわたって出演し、その人気を不動のものにするのよね。もう少し後の世代の人には、なるほどザ・ワールド、や、出没アドマチック天国、の司会者のイメージの方が強いかもしれないんだぜ。俳優としては相川欣也さん自ら東映に持ち込んだ企画が映画化された、トラック野郎、が大ヒットし、1975年から1979年にかけて全10作が公開されることになるのよね。トラック野郎、シリーズはキンキンの持ち込み企画だったのか、それは知らなかったんだぜ。年金世代の人たちにとっては懐かしい映画だけど、もう少し若い人には西村京太郎トラベルミステリーに登場する戸塚和警部のパートナー亀井刑事役の方が印象に残っているかもしれないんだぜ。そんなキンキンこと相川欣也さんは、まだ20代の頃に俳優養成所時代の同期の女優と結婚、1958年に長男が、1960年には長女が生まれ、長男の江川光一さんは西村京太郎トラベルミステリーで父の相川欣也さんとも共演していたんだよ。キンキンとケロンパといえば昭和を代表する芸能界のおしどり夫婦として有名だったけど、キンキンには前の奥さんと二人のお子さんがいたんだな。ケロンパこと内海みどりさんは1942年生まれ、1966年に日本テレビ系で放送されていた子供向け番組ロンパールームの二代目お姉さんとしてタレントデビュー。宇都宮みどりさんに名前を呼んでもらうのが昭和のちびっ子たちの夢だったんだぜ。それなのによろずや金之助先生と不倫に走っちゃうなんて、てめえら人間じゃねえや、叩っ切ってやる、と言いたくなるんだぜ。だからよろずや金之助さんをキンキンと呼ぶ人がどこにいるのよ。キンキンは相川欣也さんだって言ってんでしょ。それでキンキンとケロンパはどうやって知り合ったんだ。ケロンパが 11PM のカバーガールをやっていたなんて聞いたことがないんだぜ。二人は1972年に放送が始まった音楽番組キンキンケロンパ歌謡曲の司会者として1974年まで共演。さらに1975年に始まったシャボン玉こんにちはの初代司会者としてコンビを組み、二代目司会者にバトンタッチした1978年に結婚することになるんだよね。キンキンとケロンパは実に6年近くも司会者としてコンビを組んでいたんだな。でもその間はキンキンには前の奥さんとの家庭があったというわけか。きっと自分のキンキンがキンキンになるのを抑えきれなかったんだろうな。わけのわからないことを言ってんじゃないわよ。
相川欽也さんが離婚の話を持ち出したのは4ヶ月ほど前だったそうで、離婚の翌日の1978年11月18日に再婚したことから世間の猛バッシングを受け、翌月開かれた結婚記者会見は相川欽也さんと事務所社長だけが出席したそうだよ。おしどり夫婦として知られたキンキンとケロンパにもそんな過去があったんだな。2000年に劇団キンキン塾を立ち上げた相川欽也さんは、2003年には23歳年下のマネージャーとの不倫が写真週刊誌に報じられ、2007年には劇団キンキン塾の看板女優任官家さんとの密会が報じられるなど、晩年までお盛んなプライベートを過ごしていたようだわね。うっぷ、さすがはキンキンと言われるだけはあるんだぜ。次は沢田研二さんと田中優子さん夫婦だよ。あんなに毎日ポスターを見ながら、ジュリーと叫ぶくらいキキキリンさんが愛していたのに奪っちゃうなんて、田中優子さんはほんとひどい人なんだぜ。タコが言うのよねー。って、これじゃあどっちがタコだかわかんないんだぜ。でもキキキリンさんも内田優也さんと結婚していたよな。あう、まさか W 不倫だったのか。どうしてそうやってドラマの世界とごちゃ混ぜになっちゃうのかなー。沢田研二さんは1948年生まれ、1967年にザ・タイガースのボーカルとしてデビューするとジュリーの愛称で人気が爆発。1971年の日本武道館コンサートを最後にザ・タイガースが解散するとソロ歌手として活動を始めたのよね。1970年代後半のジュリーの人気といったらザ・タイガース時代にも増してすごかったよな。字の過ぎゆくままに勝手に仕上がれ、サムライ、ダーリング、時を、ヒット曲を上げたらキリがないんだぜ。でもソロに転向した当初はヒット曲にも恵まれず、初のオリコン1位を獲得して大ヒットした危険な二人は1973年に発売された6枚目のシングルなんだよ。そうか、ジュリーもソロに転向して最初はパッとしなかったんだな。でもその後はすごい人気だったよな。歌手としてだけでなく当時は俳優としても大活躍していたんだぜ。太陽を盗んだ男では原子爆弾を作る理科教師を演じていたし、天草四郎役で主演した映画魔界転生での真田広之さんとのキスシーンは随分と話題になったもんだぜ。懐かしいわね。俳優としても目覚ましい活躍をしていた沢田研二さんが1982年に出演したのが男はつらいよシリーズの第30作男はつらいよ花も嵐も虎次郎で、この作品で共演したのが田中優子さんだったのよね。また共演がきっかけで男女の仲になっちゃったわけか。ジュリーはその頃、すでにモスラの小美人と結婚していたんだよな。やっぱり人間と妖精の結婚は無理があったということなんだろうな。だから映画の話とごちゃ混ぜにするんじゃないわよ。ジュリーは双子の女性デュオとして一世を風靡したザ・ピーナッツのお姉さん伊藤恵美さんと1975年6月に結婚。ちょうど、ザ・ピーナッツが解散した直後のことで、その後、1979年には長男も生まれているんだよ。ザ・ピーナッツといっても、もう年金世代の人くらいでないと覚えていないんだぜ。一方の田中優子さんは1955年生まれ、文学座を経て1979年の NHK テレビ小説、まあ姉ちゃん、で主役の妹役としてデビュー。1981年の映画、A じゃないか、北斎漫画、で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、新人俳優賞を受賞。1982年にジュリーと共演した翌年の1983年に、おしん、で主役を演じ国民的女優になるのよね。おしん、に出演した頃にはすでにジュリーとうっぷな関係になっていたわけだな。沢田研二さんと伊藤恵美さんは1986年8月から別居することになり、翌1987年1月に離婚が成立、そして1989年11月に田中優子さんと再婚することになるのよね。この離婚に伴いジュリーが支払った慰謝料が18億1800万円だったということが当時大きな話題になったわね。あう、いくらバブル崩壊直前のこととはいえ、昭和のスーパースターはやっぱり桁が違うんだぜ。それにしても略奪婚の対価としては大きすぎる金額なんだぜ。最後はわずか40歳の若さで創生した昭和の名優、松田優作さんと松田美由紀さんの夫婦だよ。ええ。松田優作さんはやっぱり新子と結ばれる予定だったのに、松田美由紀さんが奪っちゃったのか。そりゃあ、ショックで新子が海外に逃避行する気持ちもわかるんだぜ。今度はドラマも現実もみんな詰め込んじゃってるじゃないのよ。
松田優作さんは1949年生まれ。文学座の研究生を経て一躍名前が知られるようになったのは1973年に大人気刑事ドラマ太陽にほえろにジーパン刑事としてレギュラー出演するようになってからだよね。そのジーパンに恋心を抱き、婚約したのが当時の高橋恵子さん演じる新子だったんだぜ。新子の話はどうだっていいのよ。松田優作さんは1971年5月に劇団で知り合った同じ山口県出身の松田美智子さんと6月には同棲を始め、1975年9月に結婚、1976年12月には長女も生まれているんだよ。松田優作さんが前妻との間にお子さんがいたとは知らなかったんだぜ。その松田美智子さんも女優さんなんだよな。結婚するまでは女優として活動していたけど、離婚後はシナリオライターを経て、ノンフィクション作家として活動。代表作の女子高校生誘拐飼育事件は、完全なる飼育、と解題され映画化もされているね。1975年に結婚したということは、ちょうど太陽に吠えろを降板して中村雅俊さんと俺たちの勲章に出演している頃だな。まさにその頃だね。そして松田優作さんは1979年に放映がスタートしたドラマ探偵物語にゲスト出演した、当時女優デビューしたばかりの熊谷美雪さんと不倫関係になるのよね。お姉さんの熊谷真美さんは NHK 連続テレビ小説まあ姉ちゃんで主演するほどの有名女優さんだったけど、妹の熊谷美雪さんはまだ無名の新人女優さんだったのにな。でも、探偵物語には熊谷美雪さん以外にも竹高堀さんやナンシー・ジェニーさんなど小悪魔系の女優さんがたくさん出演していたから、松田優作さんのジーパンがまりもっこりする気持ちもわかるんだぜ。結局、この不倫が原因で1981年12月に離婚、同じ年に熊谷美雪さんともども所属事務所を移籍した松田優作さんは翌年に同棲を始め、1983年に長男が生まれたのを機に再婚、その後、次男と長女も生まれるのよね。その時生まれたのが俳優の松田優平さんというわけだな。熊谷美雪さんは子供がいるから離婚はしないという前妻の前で手首を切りつけ自ら命を絶とうとしたという噂もあるようだわね。昭和の芸能人たちはみんな激しい恋愛を経験していることに驚いたんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。